え、もう匿名さん向かってくれてる？あ、ダメだ。あ、ねえねえ、ごめん、タクシー来た。タクシー来た。匿名さんごめんなさい、タクシー来ました。あ、はい、いや今ね、あの匿名さんから連絡来てた。あ、了解、ありがとう、クマ。あー、今日も一日頑張ったんじゃない？今日も今日とって。よいしょ。あの、いや今のね、配信者の人だったから信用はあるんだけど、ちょっと1時間がさ、1時間はちょっとね。で、あの今ね連絡来てた。大丈夫だよって連絡来てた。ありがとうね、あの、ありがとう匿名さん。ありがとう、ありがとうございます。あの、すぐタクシー乗れた。運が良かったね、ありがとう、うんうん、あ、今日はなんだかんだ楽しかったな。いや、あのタクシーいないと思ったからさ、タクシーいないと思ったの。もう絶対いないだろうなって思ったからさ、でもいたから。お疲れ様です。いや、まだ新宿だから全然平気。なんかさ、めんどくさいよね、タクシーの、タクシーってか、なんかさ、は、あの車で送ってくれるってさ、善意で言ってくれた人がいてさ、じゃあお願いしたらさ、タクシー代ケチって、何それ、嫉妬？別に送ってくれるって人が言ってくれたならいいじゃん、それは。タクシー代払え払えみたいな、別に私からお願いしてないからね、その人に、その人から送るって来たんだよ。で、私がタクシー乗ったらお前待たせて最低だなっていうのはやばいでしょ。何かにつけてあら探ししてんの。あの、いい人だからね、その人。どっちにしても言われる。ありがとう。あと64ナイスで300ナイスだ、お願いします。あの、たまに私今日さ、一日ちょっと休んでみてもいい？好きなが困ってたら助けるのは当然です。あ、ありがとうございます。あの、また何かあったらあと頼むかもしれない。ありがとう、優しいね。ちなみに今ナイスってどんぐらい離れてんの？ナイスどれぐらい離れてますか？ちなみに、ひがみ、当人同士でいいってな、あの、なってんだから、そんな言わなくてもいいのにね。お前が待てるって言ったから高速乗って、自分がコメント見て、逆ギレかよ。いや、逆ギレじゃないでしょ。じゃあだってさ、なんでさ高速乗ってるって言ってたのに、あのタクシーで帰れ帰れって連呼されるの？逆に、あのコラボ上がれないからね、ミシマルさん。あのコラボやってないよ。どのタイミングで、なんかさっきもいたけども、どういうこと？来月のんびりでもいいから今月ラストまで頑張ってほしい。あ、1628な、ナイス。まあ今日もやるか。でも今日はダラダラやるね。ちょっとイベントちょっと疲れたのもあるから、うん、唇の顔向いてんの今。そうだね、ラジオでもせめてね、やったほうがいいね。本当に目が
ギャルメイク疲れる、顔が疲れる。でもなんだかんだ、あと今日が日付変わって29日でしょ、あと3日間でしょ。今日29日だよね。ありがとう、ナイス。ミレちゃん可愛かった。21でしょ。焼き鳥買おうと思ったのに、ちょっとね、ミレちゃんも若いのと、ちょっとね、陽キャのメンズ、私ね、苦手なんだよね、ああいう、なんつうの、クラブにいそうな男の子。あ、今日からまゆちゃん推しに、ありがとう。どうも苦手なんだよね。あの、45の女の子みんな可愛かったじゃん。ああいうの見てると私何してんだろうって思っちゃう。その格好で陽キャ苦手だよ、苦手だね。つけまとるか、もうこのメイクすることない。天塚かれんちゃん可愛かったね。はるあんなナンパも、でも私今日結構ナンパされたんじゃない。結構ナンパされた。やだよ、ギャルはもう。また違うギャルメイク。結構クオリティ高かったね、今回。あ、マサね。あ、違う。サンか、サン。あの、サンっていう、あの、婚約者もできたしね。あと東横キッズとも友達になった。で今度サンがうちに入荷っていうか、あ、サマーだ、サマーだよね、サマーだっけ。あの今度うちに入荷するらしいよ、サマーが。お前と俺結婚本当とか言ってウケた、あの人。お前俺結婚本当かとかウケる、あの人面白かったね。普通にメイクして、いやこの前ね、普通におしゃれなメイク、あのいつも通りのあのメイクで、あの新宿行ったけどね。100万円でお前俺結婚って、100万円1個でお前俺結婚ずっとって。コスプレは普通にあの可愛い格好する。あ、星がまゆちゃんにか、ありがとう。え、じゃあ私に払ってくれるんだって。いや、ハロウィンは普通にシンプルにする。ちょっとね、疲れちゃうもん。だけど、まあ、渋谷はちょっと徘徊してみようかなっていう。シンプルな、あと70、え、あと60ナイスじゃん。60ナイスお願いします。そう、パニーに、そう。俺お前と、俺とお前、ちょっと待ってね。
あー電波悪いのかな。ハロウィンの渋谷って電波悪いの？え、どうなの教えて。どうなの、電波クソ悪い、マジで。え、じゃあ配信できないってこと？え、でもじゃあなんで野田通りとか 毎年さ配信やってるよね、あの31日。配信ができなかったら、まあ、離れたところでやればいいんじゃない。あと55のアイスお願いします。深夜っちょ来るの、守ってない今月。なんでさ、あのエミ太郎ちゃんってあんなバンになるんだろうね。私ってアンチがいるから、そのいつでも通報できるように待機してるのは分かるんだけど、エミ太郎ちゃんってだってアンチもそんないない、いなさそうだしさ、なんであんな落とされたりするんだろうね。あれってやっぱ通報数だからね。コミにいないだけで潜ってんの？アンチ多いか？なんかそんな叩かれてるイメージない、なんかこうきらこめなイメージだよ。あ、そうなんだ。
今お家帰ってます。お家で、あの、あれ早く顔取りたい。もしかしたらエミ太郎ちゃんって映画になるかもしれないね、将来。なんかさ、面白い配信者ってツバニャンとかさ、しきちゃんとか、なんか、まあ愛子さんもそうだけど、女性で面白い人ってやっぱ映画になっちゃうよね。いなくなってしまうイメージがあるね。そうだよね。アシェイさんも言ってた、うん、そうだよね。じゃあエミ太郎ちゃんもあの何人気なんだけども、ちょっと危な、私よりも危なっかしいもんね。それ私意外とあのない、なくない、あの間違ってバン、今年間違って1回バンになっただけかな。面白いっていうか、こう愛嬌とこうなんかこうかわいいじゃん。そう、私父出したけど、でもそれって好意的じゃないよ。半日バンだったからね。1日バンじゃないから、別に何もあのイベントもナイスも剥奪されてない。で今年そんだけだよ。乳首出したぐらい。あの、そう、ちょっと抜けて乳首出しちゃうぐらい。でも別にその何、私前科ないし。意外と優等生だよ。だから乳首も別に出したくて出したわけじゃないんだけど、なんかあの T シャツで口拭いたら乳首出ちゃったみたいなで、のあのノーブラだったので、だってそれからもうあの配信ノーブラで配信はもうしてない。ノーブラがいけないって反省して、ちゃんと喜ぶわけねえだろ。それぐらい、うん、でガチのそういうなんかないよ、うん、天然てかちょっと抜けてるってか、あと50ナイスお願いします。50ナイス、なんでシャツで口拭くん？わかんない。酔っ払って。28も30も変わんなくね。ありがとうございます。前は違うよ、その時最高な引きだったよ。なんか確かイベント1位になって、あ、みんな本当お疲れとか言って、あのイベントお疲れ様の後に口拭いて半日番。あ、確かに動画だね。私はババアババアばっか言われて、不思議だよね。その乳首だってみんな忘れ去ってたわけじゃん。その乳首だって3ヶ月前とかだからね。2ヶ月前かな。
2ヶ月前、2、3ヶ月前じゃん。もうそれも忘れてたもんね、みんなね。時間が解決してくれるから大丈夫だよ、キャリーちゃんって言っといた。大丈夫だよ。女だったら相当ショックなんじゃない、これ。普通の女は女としてみたいな。今でも忘れないかな、乳首出したして配信が落ちた後にゼロワンが何つったと思う？ごめんゼロワン、私もう乳首出ちゃってちょ番かもしんないって話して、何つったと思う？ゼロワン、神回来たーとか言って、来た神回とか言って、やばいよね、マジかーとか言って笑ってたね。怒られると思った。いや、うん、そってかね、まあ怒られるかなって思ったらすごい喜んでた。私も逆の立場だったらそんな反応してたかもね。確かに神回配信のなんかな、結局マイもポルポンさんに配信のって言われた。プリキュアみたい、ありがとう。着きました。帰るのが早い、マジで。あ、働くパパさん、仲間さんのとこにいたよね。そう、私手振ったのにシカトされたから、働くパパさんさ、話しかけちゃいけないのかなって思って。私って気づかなかったんだね。あ、ここでいいです。何ですか？はい、お願いします。カードで、はい。配信カードをお取りください。あ、いいです、ありがとうございました。はい、あ、いいです、大丈夫です。大丈夫です、はい、はい、ありがとうございました。はい、おやすみなさい。マジで275号、それいつ言ってた？それは嬉しいね。ただいま。ピンクだと思って配信見てたのにコケチャなんだよな。ピンクじゃないけど、私あれ加工されてるから、加工されてるからね。だから私さ、いつも言うよね、配信者に私の乳首見てくんないとか、絡むたびになんか断られるけど、それぐらい自信が あるんだよね。本当にあの色じゃないから。